久保さん、まあ、確かにね、まあ、関係ないかもしれないですね。関係があるとするならば、まあ、僕の勝手なイメージでね、なんかそのお金の勉強を全くせずに、まあ、ただ与えられて、与えられてる、はい、お小遣い100万円、お小遣い100万円、みたいな感じだと、多分あれなんじゃないかなと思います。だけど、その、うーん、その親がね、大富豪の親がね、 あの100万円っていうのはこういう価値があってこれをどう使うのかとか何かそういうお金の教養だったりとかこの100万円をどう使うかとか何かねそういう勉強をしているんだったらあれなんじゃないかなっていうとそれだからお金の勉強してるかしてないかじゃないですかね多分結論はお金の価値を感じれるか感じれないかは勉強してるかしてないかうーん学んだか学んでないかっていうところがあるんじゃないかなと。 英語が話せる人と話せない人の違いって、英語を勉強した人、そして使った人じゃないですか。ね、日本人は英語が喋れない。なぜかっていうと、喋ってないんですよね。英語を使ってないんですよね。っていうなんかお話がありますけど、ただその勉強してお金を使って、あ、こう,こういうものなんだっていうのをこうみ、自らの体験価値でこう、え、う、と、ん、していくと、 いいいいんじゃないかなかと思いますだからお金を守ろう守ろうなんかお金を大切にっていうのはお金,のお金を大切にしようみたいな教えってあると思うんですけど多分ねお金を大切にしようっていう、ね、概念が多分ちょっとずれてるんじゃないかなと思うんですよねなんかお金を大切にするつまりそれはお金を使わないことみたいな多分ね日本人多分こっち傾向なんですよ お金を大切にする、つまり貯金する、使わないってことなんですね。使わなかったら何も返還できないので、僕がポンポン、ポンポンって言ったらまあ、あれかもしれないですけど、まあ3、4買って、売って、また新しいグ車買ってっていう、これはお金のべん、無駄遣いじゃなくて、お金の勉強してるからできるんですよ。うん。僕はそう思いますけどね。うん。 誰よりもまあいり誰よりもっていうかもっと勉強してる人いると思いますけどうん僕はまあ34例えば手,手放す時もまあ寂しい気持ちはあったけどもお金を使って買いましたじゃあそこに対しての価値を他の人より相当体験したよとうん多分ねまあ買って た時が6万キロぐらいでしたので僕,僕23万キロ乗ってるんでまぁ、あ、17万キロぐらいは乗ってるわけですで17万キロ34乗る人ってばんあんまいないんですよで僕も車検ずっとね同じショップさんに出してましたけど吉谷さんだけですよこんな山陽乗ってるのって言われましたからね山陽乗ってる人って多分そのガレージ保管してる人はほぼ結構多いんで週末乗るみたいなねうん僕はもうそのつ 価値をすごく体験しましまたねじゃあその後な何で Z4 買ったのかっていうと34じゃ得られない体験価値ですよねオープン化っていうそうだそれをまたお金を使ってね転換してまたそれを感じてっていう、まあ、これを繰り返すってことですねうんやっぱお金を大切に使わず持っててもやっぱなんだろうなあの まあ意味がないっていうわけでは、意味はないというか、まあ、切れですからね、ただの。うん。死ぬ、だって死んだらその紙切れ持っていけないわけじゃないですか。うん。多分ね、まあまあ、一言で言うと、人生は何なのかっていうと、ゲームをどう作っていくのか、そのゲーム物語をどう作っていくかなんですよね。まあ、だから思い出作りみたいな。 お金,がお金をしっかり使うと、お金の勉強して稼いでしっかり使うといっぱいより多くの思い出ができますよねで思い出が。思い出がたくさんあって死んだ方がいいのか、思い出が全然なくて死ぬのか、どっちがいいですかっていう。お金が、紙切れがたくさんあったとしてもね、紙切れがたくさんありましたという思い出は1個できるかもしれないですけど、1個ですよね。貯金通帳に100億円ありましたという思い出だけですよね。 でもそれをしっかり分散していろんなことに使う旅行行ってみるとかなんか手に入れるとか何かやってみるとかなんかそうするとその本当は一つのね貯金通帳に100億円っていう思い出しかないんだけどもそれを使うことによってさまざまな思い出ができるじゃないですかうんか僕はまああのー、使うってことですねで使うことでその使ってええー、まあその その商品を売ってる会社だったりとかその商品を売ってる会社で働いてる従業員がいてじゃあその従業員の給料はどこから生まれてるかっていうとその会社が作ってる製品が売れるからその従業員の売り上げ給料に還元されるわけじゃないですか、まあ、こ経済の流れ血の流れっていうのは、まあ、お金が回るからただなってるだけであってみんなが使わなかったらどうですかあなたが勤めてる会社の商品をみんなお金大切ですって言ってね 使いませんってなってあなたが勤めてる会社のサービス商品を誰も買わなかったらあなたに給料入ってこないんですよ、うん、お金も流通してるのでだまあ自分の思い出作りもそうだしだたくさんのまあ人々がたくさんの思い出作りをすればねうん世の中は良くなるんじゃないかなと世の中いい思い出になるんじゃないかなと思いますけどねうん。 でも日本の傾向としてはお金を大切にっていう教育がなんか使わないことっていうのが結構なんか多いんじゃないかなと思いますけどね。うん、ただそれをなんだろうな、うん、自分にとってこれだっていうものに使えばいいんですよ。別にそのなんだうなんだろうなあれもこれもじゃなくてね、まあ、あれもこれも買える財力があるんだったらまあそれはそれでいいかもしれないですけどね。 まあ無駄なことはないので無駄遣いもうーん無,駄遣いに無駄遣いにする意味を意味無駄遣いという意味付けにするのか無駄遣いじゃないという意味付けにするかによってのただの違いなので無駄遣いだったとしても経済は回ってます <laughs> そう要はお金が流通するたとえその人が無駄遣いしたとしてもじゃあそれを売ってる会社さんは儲かる そしてそこで働いてる給料が払われるっていう、この循環でしかないのですから、結局お金を使う、使わない、無駄遣い、無駄遣いじゃないっていうのは、意味付けですね。どういう意味付けをするのかっていう。うん。そう。はい。だからまあ、その、すげえお金持ちの人とかが、もうお金使う場所がなくなって最終的に寄付するみたいなね <laughs>。寄付するんですよ。ヒカキンさんも1億円ぐらい寄付しましたからね。なんか。 うん、まあ使う使うと回ると思うんでいろいろと。い、うん、ってらっしゃ